こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は価格設定ツールの条件選択、その解説ですね。Amazon の価格設定ツールを使うとき、このようにね、いくらに価格を設定しますかというのを尋ねられます。この時の、この3つの種類の、中身なんですけど、まず一番上、Stay below the buy box price by a specific amount。これ、指定した金額だけボックス購入価格を下回るようにすると。例えば、ね、ライバルが20ドル。でも同じ20ドルにしてもね、カートが取れないときは、例えば10セント安い、19ドル90セントで取れるんであれば、10セント下にするというような設定をします。まあ、始めたばかりでアカウントが弱いときの設定ですね。で、次に、マッチザバイボックスプライス。これはボックス価格と、一致すると、ね。ライバルが20ドル。で、自分も20ドルにすると、同じ値段だとカートが取れるという場合の設定方法です。で、もう一つが、ね、Stay above the buy box price。これは、指定した金額だけ、ボックス購入価格を上回る状態を維持すると。アカウントが下がって、ライバルよりも高くてもカートが取れるときの設定です。それぞれね、この価格を見て、どんな風に設定するか、確認のためね、質問していただければと思います。まあ、初めはね、なかなか分かりにくかったり、間違えて設定したとね、そんな設定になっちゃったり、設定したけどカート取れなかったら売れないんで、まあ、確認しながら進めていただければと思います。Amazon サポーター、堀秀夫でした。